はい、こんにちは、116インズです。労使協定の執行まであと2週間ほど、現在の MLB と選手会の関係を考えますと、期限までに新しい労使協定が結ばれることは絶望的で、その後しばらく選手の移籍などは完全にストップする見込みです。いつ再びチームと契約できるようになるか不透明であるため、コンフ FA の大物選手のうち、労使協定が執行する前にさっさと契約しようと考える選手もいるようで、実際にいました。レッドソックスから FA となっていた先発投手エドワルド・ロドリゲスが、タイガースと5年総額7700万ドル、日本円にしておおよそ84億円の契約で合意したと今日報道が出ましたね。チームからの正式発表はまだですが、報道によれば契約には出来高が含まれており、契約規模は最大で8000万ドル、また2年目終了後にオプトアウト、契約を破棄して FA となれる条項もあるようでして、31歳のシーズンを前に再び FA 市場に戻ることも可能みたいですね。コンフの先発市場はカーショーやシャーザー、バーランダーといったベテランのエース格の選手が多く名を連ねていますが、その中でもロドリゲスは注目選手の中では最も若く、今回契約合意に至ったとされるタイガース以外にも、もともと所属していたレッドソックス、ブルージェイズ、エンゼルスも興味を示していたようです。ブルージェイズは先日ドジャースと契約したヒーニーにオファーをしていたようですので、レイ・マッツの対談の可能性がある中、早めに左腕を確保したい思惑があったのかもしれませんね。で、タイガースに話を戻しますが、まだまだ再建中のチームといった印象が開幕時点ではありましたが、若手たちの活躍もあって思いのほか今季勝つことができまして、地区3位、コンフは補強にかなり積極的に動くと言われていましたが、早くも課題の先発、しかも注目選手の一人であるロドリゲス獲得という形で実現できましたので、早速動いてきました。さあ、今回タイガースと契約したロドリゲスを簡単にご紹介しますが、2015年のデビュー以降レッドソックス一筋でプレーしていた28歳の左腕ですね。防御率の割にやたらと勝ちに恵まれる印象のある選手ですが、キャリアイヤーとなった2019年は34試合で19勝、防御率 3.81、 ウィンザーボールプレイスメント 6.1 を記録し、この年のサイヤング賞投票でも6位に入り、レッドソックス先発陣を支えました。2020年は前年に続く活躍に期待がかかったんですけれども、ただ不幸なことに開幕前にコロナに感染してしまい、さらにその影響で心筋炎も発症してしまって、野球どころではなく昨年はシーズン全休、本人曰く療養中は散歩すら認められないくらい全く何もできなかったそうなんですが、今季無事に復帰を果たすことができました。最も投球内容は少なくとも防御率の面で決して良かったとは言えず、32試合で防御率 4.74、特に前半戦かなり打ち込まれる試合が目立ち、そのせいでこの成績となってしまった印象がありますね。2年ぶりのメジャーですし、そもそもブランクとかもあったのかもしれません。FA 前のシーズンとしては最高の年とはほど遠い内容でしたが、ただ実際に手にした契約は5年総額7700万ドルと結構いい契約。防御率4点台後半のピッチャーに対してなかなか大盤振る舞いのようにも見えますが、タイガースはロドリゲスのどういった点を評価したのでしょうか。実はロドリゲスは防御率以外の指標は割と優秀なんですね。もともと先発としては三振を奪える方でしたが、今季の奪三振率 10.6 はキャリア最高で、三振率も 27.4% と MLB 平均以上の水準を記録しています。三振を奪える割にフォアボールが多いというわけでもない点もいいですよね。また打球の管理にも長け、2019年はゴロ率 49.5% を記録、今季のゴロ率は 44.9% と2019年と比べて下がってしまいましたが、三振を奪いつつコンタクトを許したとしてもゴロが多めと、致命傷になりにくいピッチングスタイルは大変魅力的。強い打球もあまり打たれておらず、今季は平均打球初速が MLB 上位 10%、 ハードヒット率も上位 13% と、 MLB 全体で見ても強い打球をコントロールできていると言えるでしょう。ではなんでそんなに失点しているのか、防御率4点台後半みたいなことになっているのかという話になると思うんですけれども、打者有利なフェンウェイパークを本拠地としてきたのも悪影響を及ぼしていたんじゃないかと思っています。今季ホームで防御率 5.95 とめちゃめちゃ相性悪かったみたいですね。打者有利な傾向にある AL 東地区でプレーしていたのも、彼の防御率という面では全く救いにはならなかったのでしょう。幸いタイガースの本拠地コメリカパークは一転して投手有利な球場ですので、本拠地が変わる恩恵は結構受けられるんじゃないかと期待しています。ここはおそらくタイガースも考えてるんじゃないかと。またこの他レッドソックスの内野守備にも結構苦労させられたのかなと思っています。先ほども触れた通り、ロドリゲスはゴロが比較的多めで、でもっと言えば三遊間方向の打球が特に多くなっているんですが、レッドソックスの三遊間、特にサードのデバースがかなり守備面に不安を抱える選手ですので、ピッチングのスタイルと守備がマッチしなかったのかなと。今季 BABIP が3割6分3厘と異様に運に恵まれなかったのも、守備の悪さがいくらか寄与していた可能性はありそうです。内容自体は決して悪くなかったと思いますので、単純にボストンを出るだけでも防御率の改善には期待できるんじゃないかと考えています。
なので防御率を除けば優秀なピッチャーだと思いますので、契約規模もまあ妥当なのかなと。こちらが近年4年以上の契約を結んだ先発左腕を列挙してみましたが、契約規模で言えばリュヒョンジンやバンガーナクラスと言えそうなんですけれども、2人よりも契約開始時の年齢が若く、かつ契約総額も安い。もちろんその分実績面は劣るかもしれませんが、エール東地区でしかもフェンウェイパークを本拠地としながら2019年のような年を送ったこともある選手ですし、また加齢によるパフォーマンスの悪化もそんなに心配しなくて良い年齢であることを考えれば、まあ悪くないんじゃないかなと私は思いますけどね。結構今回の契約は賛否両論な印象で、高いと考える方もそれなりに見かけましたが、皆さんはどうでしょうか。バリバリのエースという感じではないですが、デトロイトでなら防御率3点台中盤、3点台前半くらいのピッチングちゃんとやってくれるんじゃないかと思っていますが、結果はいかに。もちろん高いと考える方の気持ちはわかりはするんですけどね。不安点が全くないわけではありません。まず心筋炎の長期的な影響ですよね。本人は 100% と言っていますし、まあ、そんなに心配する必要ないのかもしれませんが、アスリートが心臓の問題を抱えてしまったのはやはり不安材料ではありますし、前半戦かなり不安定な投球が続いたのも体の面で万全ではなかったのかなと思ったりもします。後半戦は防御率 3.71 と一応数字も戻していたようですので、それを来季以降もできるといいんですけどね。また7700万ドル投じて獲得してきた先発ですが、規定投球回に到達したのがキャリアで1回しかありません。タイガースは若手の先発が多く、ロドリゲスにはイニングを食う役割も期待していることでしょうが、果たしてどれほど投げることができるか。またレッドソックスの内野守備にかなり苦しめられたんじゃないかという可能性を先ほど挙げましたが、じゃあ移籍先のタイガースの守備がいいかと言われると別にそうでもないんですよね。球場が変わる恩恵は受けるでしょうが、守備が変わる恩恵は今のところなさそうです。噂されているコレアの獲得が実現すれば、内野守備が劇的に改善し、ロドリゲスのスタイルとも合うようになると思いますので、こちら実現させたいところですね。あとはプレーオフでの投球内容があまり良くない点も不安材料です。通算の防御率が 6.35。 まだタイガースはコンテンダーという時期には来ていませんが、ただロドリゲスが在籍している間にどこかでコンテンダーにはなるはずです。それなりのお金を積んで獲得してきた先発にしては、プレーオフではやや頼りない印象なのはまあ困るかなと。懸念点としてはこれくらいでしょうかね。こういったポイントをどの程度重く見るかが、人によってこの契約の印象が変わってくるところでしょうか。ただ若手中心のタイガースのローテにロドリゲスクラスのピッチャーが加わったのは間違いなく頼もしいでしょう。今季マイズがブレイクし、スクーバルもまずまずの年を送り、さらに本来であればここにボイド、ターンブルもいたはずなんですが、ボイドは9月に手術を受け復帰見込みが立っておらず、なんなら下手したらノンテンダーの可能性すらある状況で、ターンブルも7月にトミージョン手術を受けたため来季も大部分を欠場する見込みです。ローテーションに穴がある中で、オフの早い段階で中長期的なチームのプランにもフィットしそうな、このロドリゲスクラスの選手を確保できたのはやっぱり良かったんじゃないかなと。もちろんまだまだコンテンダーのローテーションとは言えず、このオフの間にもう一人くらい短めの契約で先発を加える必要はありそうですが、スクーバル、マニングがいずれトッププロスペクトらしいピッチングを見せるようになり、さらにターンブルも復帰となれば、タイガースのローテーションなかなかいいメンバーが揃うんじゃないでしょうかね。結構楽しみなローテーションとなってきたなという印象です。はい、ということでオフも始まってまだ間もないですが、守備に定評のあるキャッチャーのバーンハートもすでに獲得し、タイガースバッテリーのアップグレードに成功しています。タイガースフロントのコンフ最大の目標はおそらくコレア獲得だと勝手に思っていますが、これが実現した時タイガース結構面白いチームになりそうじゃないでしょうか。今季のエール中地区はホワイトソックス一強というイメージが強かったですが、タイガースがコンフそれを脅かすようなチームとなってくれることに期待したいですね。今後のタイガースの動きにも注目です。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。